皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はカリギュラオーバードーズのファミ通紹介をしていきたいと思います。続報、イラストレーターの小口さんが手掛けたパッケージビジュアルが到着しました。本作を象徴する主人公とルチルミュウの美しくも不憫なデザインに。では学園ジュブナイル RPG カリギュラが装いも新たにプレイステーション4で登場します。前作の要素に加えて新たなキャラクターやストーリーも用意されていて、シナリオのボリュームは2倍以上になっています。アンリアルエンジン4でより遊びやすく、より楽しくなったゲームシステムも必見です。過剰強化された世界でもう一度より遊びやすく進化したイマジナリーチェイン。本作のイマジナリーチェインはシミュレーションゲームの戦略性とアクションゲームの爽快感を両立した新感覚のバトルシステムです。イマジナリーチェインによってコマンドを実行する前に敵味方双方の行動が可視化されたので、仲間とコンボをつなげたり、敵の攻撃を回避したりできます。まずはバトルシステムで強化されたポイントを紹介します。本作では戦闘中のカメラワークを一新して、特定の技に用意された専用の演出や攻撃をフィニッシュした時の演出もパワーアップしており、さらに派手で爽快感のあるバトルが楽しめます。敵との戦闘はどんな場所でもシームレスに戦闘用の空間が展開される新仕様です。自由自在にイマジナリーチェインを繰り出せます。自分の思いのままにコンボをつなげられます。技の発生タイミングは画面の上に表示されます。このゲージをよく見やすくすることでコンボの構築が簡単になります。生徒たちの交流がさらにスムーズになります。物語の舞台となる仮想世界メビウスにはバーチャルアイドルのミュウによって500人以上もの人々が閉じ込められています。そんな彼ら全員との交流が楽しめるのもカリギュラの魅力の一つです。本作ではユーザーインターフェースが見直されて交流しやすくなったほか、キャラクターの個性 が細分化されて親しくなる楽しみが増えています。500人以上のキャラクターは因果系譜と呼ばれるツリーでつながっています。主人公と全く関係のないキャラクターでも共通の知り合いを通じて仲を深められます。親しくなると新たなスキルを習得できるほか、パーティーメンバーにも加えることができます。メビウスで出会う人は様々な悩みを抱えています。彼らの悩みを解決しましょう。ステータスや装備アイテム、スティグマの見直し。本作ではステータス画面の UI もスタイリッシュなデザインに進化した上、ステータスのパラメータがより分かりやすく改善されています。またスティグマと呼ばれる装備品の仕様も変更です。本作ではスティグマにキャラクターの能力を下げるマイナスステータスが存在しないので、プレイヤーの好きなスティグマを装備しやすくなっています。ステータスとスティグマの装備画面は、ステータス画面では仲間の素質がグラフに表示されるようになっていて、仲間の特徴に合ったスティグマを選びやすくなっています。で、続いてはシナリオを気軽に楽しめるイージーモードを搭載されています。シナリオをボリュームが2倍以上になった本作をより気軽にプレイするためにイージーモードが用意されました。魅力的なシナリオやキャラクターのドラマを楽しみたいという人はもちろん、 RPG が苦手なプレイヤーも安心です。イージーモードのさらなる詳細を続報を待ちましょう。イージーモードはバトルの難易度が下がるので、興味はあったけどゲームは苦手という人にぴったりです。
まあそんな感じですね、今回の紹介は。多分次回にまたカリギュラオーバードーズの紹介があると思います。ではここからはちょっとフリートークに行きたいと思います。まあ似たようなゲームで、ちょっとアトラスとファイヤーエンブレムが共演したようなゲームがあってですね、幻影異聞録シャープ FE というゲームがあってですね、それも似たようなやつでしたね。なんかなんて言いますか、芸能界を見るで活躍する芸能人に関するやつで、パフォーマという力があってですね、まあその芸能能力をにして比例するんですけどね、声優とか、はい、俳優とかアイドルとかそういうのも関係、そういうのに関係するゲームなんですけどね。まあそのゲーム Wii U でありましたね。まあ結構面白かった、やりにくいんですけど面白かったですね。ちょっとアイテム集めが難しいですね。まあいちいち戻ったり戻らなかったりとかね。で結構あれ苦戦していたゲームでしたね。結局ラスボスはまではいかなかったんですけど、まあ結構ステージの終わり頃になんか歌っている歌とか、そういうのも結構ありましたね。あとイベントとかもありました。まあ今でも主人公の相方みたいな、相方って言いますか、友達関係に値するキャラクターがいるんですけどね、そのキャラクターのちょっと滑稽さと言いますかね、滑稽なんですけどちょっと頑張り屋みたいな、結構好きなキャラクターがいましたね。まあ長身のキャラクターだったんですけど、まあ今考えてみればこれが東京の人なのかと思いながらも、まあ結構渋谷が舞台になってるんですよね。あと一体だけに攻撃する光族、なんか雷属性のトロンという術ですか、魔法が使えるみたいな、その前のやつはジオとかマハジオとかジオンガとかそういうやつがあるんですけどね。まあジオとか使えるときは、使えるものは使えるんですよね。まあ以前やったあれですね、私、まあいや、まあ以前別のチャンネルで新女神転生デビルチルドレンを実況したんですけどね、まああれと似たようなやつと、主人公がクロエとかそういうのがありますね。まあそんな感じで今回はこの辺でカリギュラオーバードーズのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。